ご尊顔を拝し超越至極。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も徳川家康の解説。続きをやっていくぜ。確か、前回は徳川と武田の構想について解説したわよね。家康と武田信玄、勝頼親子の戦いは、徳川の存亡をかけた激戦と言っても過言ではない。それでも、家康はこの試練をなんとか乗り切り、三河、遠江の二カ国を擁する戦国大名となったんだぜ。そしてこちらが2024年9月現在、信長の野望最新作、新政における徳川家康の能力値だ。振り返ってみると、武田氏との戦争は家康にとって恐怖そのものだったわ。三方ヶ原の戦いで大敗を喫した時なんて、そのまま滅亡してもおかしくなかったんですもの。そう考えると、そこから遠江一国を平定して見せた家康の手腕は、かなりのものがあるわね。動画の最後にもう一度この能力値を表示する。家康の評価が上がるのか下がるのか、ぜひとも最後まで見ていってほしいぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この項目では、長年にわたる徳川と武田の争いに決着がつく。いよいよ、終わるのか。天正10年、1582年1月、信濃の国衆木曽義政が武田勝頼を裏切り、織田信長に従属した。木曽氏は武田氏の一門衆であったが、自身の生き残りを優先したため、勝頼を裏切ったんだぜ。理由はどうあれ、裏切り者を許してはいけないわ。報告を受けた勝頼は、木曽氏を討伐するため直ちに出陣。対する信長は、嫡男である織田信忠を総大将とする軍勢を出陣させた。さらに信長は、徳川家康や北条氏政にも勝頼を攻撃するよう要請した。要請を受けた家康は駿河に出陣し、用宗城約農場を攻略しているぜ。信長と家康が同時に襲ってきたとなると、勝頼にとって厳しい状況ね。さらに駿河では、武田氏の一門衆である穴山信忠が勝頼を裏切り、信長に従属した。勢いに乗る家康はそのまま甲斐に進行。同時期には北条も駿河に攻め込んでいるぜ。これは、罪です。木曽義政、穴山信忠、一門衆の相次ぐ裏切りを受けた勝頼はなすすべもなく、新府城に撤退していった。さらに信濃では、織田勢の攻勢によって高遠城が陥落するなど、武田勢は敗北を続けていた。ことここに至り、勝頼は新府城からも撤退し、武田氏の一門衆である小山田信重を頼って撤退していった。一門衆？あ、お察しの通り、小山田信重は勝頼を裏切った。追い詰められた勝頼は、天目山田ので自害。享年36歳であったぜ。ご冥福をお祈りいたします。勝頼が自害したことにより、武田氏は滅亡した。勝利した信長は武田氏の領国分割を行い、家康は駿河を与えられた。これにより、家康は三河、遠江、駿河の三カ国を支配する大名となったんだぜ。ついに、武田氏との構想に決着がついたのね。この項目では、本能寺の変について解説するぜ。ワクワク。まずは、徳川家康と織田信長の関係について見てみよう。一般的に言われている信長と家康の関係は、信長が上で家康が下というものだ。しかし、実際はそうではなく、両者の関係はあくまで対等だった。家康は武田氏との交渉を続ける中、信長に従属するようになっていったんだぜ。武田氏に勝つためには、信長を頼るしかないということか。家康が信長の下であることを示す事例として、武田氏を滅ぼした後の信長の行動が挙げられる。武田氏を滅ぼした信長は、家康の領国を通って帰国することとなる。この時の家康は家臣に命じ、道を整えて橋を架けるなど、領国の整備を行っているぜ。信長のためにせっせと。これでは、信長の下と言われても反論できないわ。そうではない。というのも、信長は自分の領地でも領国の整備を行っている。これは、信長の領国が平和になった証として行われたものだ。家康も信長に従属する存在として、道を整えて橋を架けるなど、領国の整備を行ったんだぜ。いいのかそれで？信長が帰国した後、天正10年、1582年5月11日、家康は信長にお礼を伝えるため、安土城に出発した。家康に従ったメンバーとして、重臣である酒井忠次と石川数正、近臣である本田忠勝、井伊直政、榊原康政の姿が見られる。家康一行は15日に安土城へ到着し、信長から盛大なもてなしを受けているぜ。酒だ、宴だ、祭りだ。その後、家康一行は信長の勧めもあり、京都や奈良、堺見物を行った。そんな中、天正10年、1582年6月2日、本能寺の変が発生した。来たー。この時、家康一行は堺にあり、後に上洛する予定だった。そのため、家康は本田忠勝を京都に派遣したところ、商人である茶屋四郎次郎に会い、本能寺の変を知らされたという。事態を知った家康は上洛を中止、伊賀を通って帰国することとした。世にも有名な、神君伊賀越えだぜ。本能寺の変によって大混乱が発生する中、家康の周りにはわずかな家臣しかいない。
まさに絶体絶命ね。伊賀越えのルートには諸説あるが、ここでは石川忠久と目垣にあるルートを紹介しよう。6月2日、家康一行は山城宇治田原につき、3日には南近江を通り、近江信楽に至った。4日には伊賀に入り、多良尾光俊らいが、甲賀の国衆を味方に引き入れた後、伊勢白子より船を使って三河大浜に出て、岡崎城へ帰還したとされているぜ。恥ずかしながら、帰ってまいりました。家忠日記によれば、伊賀越えによって200人余りが犠牲となったとある。また、家康に従っていた穴山信忠は、家康とは別のルートで帰国を試みるも、道中で討ち死にしているぜ。一歩間違えれば、家康も命を落としていたかもしれないわ。それでも、家康は本能寺の変に伴う混乱をなんとか乗り切り、三河へ帰ることに成功したんだぜ。この項目では、天正神後の乱について解説する。なんだそれは？天正神後の乱とは、旧武田領をめぐる徳川、北条、上杉による争いを指す。時は天正10年、1582年6月4日、家康は信長の弔い合戦と称して、明智光秀を討つため尾張に出陣した。一方、旧武田領である甲斐では、本能寺の変による混乱から一揆が発生した。そこで、家康は一揆を収めるため、織田方である川尻秀隆のもとに本多忠政を派遣した。しかし、秀隆は家康の真意を見抜けず、忠政を殺害してしまった。そしてその後、一揆勢によって秀隆が殺害されてしまったぜ。ご冥福をお祈りいたします。事態を知った家康は、重臣である大須賀康隆、武田氏旧臣である岡部正綱、曽根正忠を派遣し、海兵艇を進めている。また、信濃でも織田方である森永吉が撤退に追い込まれ、隙をついた上杉氏が北信濃に攻め込んできた。事態を知った家康は、小笠原長吉、依田信繁らを支援し、信濃平定を進めているぜ。本能寺の変によって、甲斐も信濃もしっちゃかめっちゃかね。さらに、神津家でも織田方である滝川一益が撤退に追い込まれ、北条氏が神津家に攻め込んできた。ことここに至り、旧武田領をめぐる徳川、北条、上杉による争い、天正神後の乱が発生した。そんな中、先ほど話した通り、この時の家康は終わりに出陣していた。しかし、6月12日に発生した山崎の戦いによって、橋場秀吉が明智光秀を打ち破った。これにより、家康は21日に撤退、旧武田領平定に取り組むこととなっているぜ。うまいことか、家信濃を平定できれば、領国を拡大することができるわね。7月3日、家康は甲斐に入り、井伊直政らに命じて甲斐平定を進めた。また、信濃では酒井忠次らに命じて信濃平定を進めた。しかし、諏訪頼忠を味方につけることができず、戦が発生してしまった。さらに、神津家を平定した北条氏は信濃に攻め込み、徳川氏と戦う構えを見せていたぜ。なかなか、うまくいかんねんな。8月7日、ついに北条氏が徳川氏を攻撃し、甲斐は上湖に入った。対する家康は甲府から新府城に本陣を移し、北条氏を迎え撃った。家忠日記によると、この時の北条は総勢2万、徳川は2000であったというぜ。徳川に全く勝ち目がないんですが、それは。そう思うじゃん。ところが、8月12日に行われた戦では、徳川勢が北条勢を撃退し、3000人余りを討ち取る大戦果を挙げた。以降、徳川氏と北条氏は甲斐信濃、駿河をめぐって争うこととなる。とはいえ、徳川勢は数で劣るため、戦況は北条氏有利で進んでいたぜ。このままでは、徳川氏が負けてしまうわ。そんな中、8月から9月にかけて、信濃の木曽義政や真田昌幸が徳川氏についた。さらに家康は、関東で北条氏と敵対している勢力と手を結び、北条氏に圧力をかけた。そして、本能寺の変による混乱から立ち直った織田氏も、徳川氏を支援することとなっているぜ。なんだか、徳川氏が勝てる気がしてきたわ。しかし、織田氏は出陣できなかった。織田氏内部で織田信勝と信孝、橋場秀吉と柴田勝家の対立が激化してしまったからだ。これにより、織田氏は徳川氏に北条氏との和睦を要請した。要請を受けた家康は、10月29日に北条氏と和睦した。これにより、天正神後の乱は終結となっているぜ。天正10年、1582年10月29日、徳川氏と北条氏が和睦したことで、天正神後の乱は終結した。この項目では、徳川氏と北条氏の間で結ばれた和睦について解説するぜ。お願いします。和睦の内容は、婚姻関係の構築と領土協定だ。婚姻関係の詳細として、家康の娘である徳姫と、北条氏政の嫡男である氏直が結婚することとなった。領土協定の詳細として、徳川氏は神津家沼田、吾妻軍を北条に割譲し、北条氏は甲斐鶴軍、信濃作軍を徳川氏に割譲することとなった。これにより、徳川氏は三河、遠江、駿河、甲斐、信濃の5カ国を支配する大大名となったんだぜ。天正神後の乱によって、徳川氏の領地が一気に広がったわね。以降の家康は、新たな領地となった甲斐や信濃の統治を進めていくこととなる。しかし、
家康の前に大きな課題が出現した。それは、信濃を統治する不安定さとどう向き合うかだ。どういうこと？この時の信濃では、国衆である真田昌幸らが徳川氏に従ったため、表面上はまとまったように見えた。しかし、現実の徳川氏は真田氏との間で、神津家沼田、吾妻軍をめぐる対応を求められた。他の国衆たちも、家康より良い条件を出す大名との関係を持とうとしたほか、信濃をめぐって上杉氏とも緊張関係にあったんだぜ。領土が増えたと思ったら、それ以上の問題を抱え込んでしまったでござる。天正神後の乱によって、徳川氏は大幅な領国拡大に成功した。一方で、新たに獲得した信濃では、真田昌幸との間で領土問題が発生するなど、信濃を統治する不安定さも見せていた。真田昌幸の動きは、家康自身にも影響を与えることになるんだぜ。この項目では、羽柴秀吉が台頭する様を解説する。時は天正10年、1582年6月12日、織田氏の重臣が尾張清須城に集結して会議を開いた。会議の目的は、信長と信忠亡き織田氏をどう運営していくか話し合うことにある。会議に参加したメンバーは、羽柴秀吉、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興となっているぜ。どうしよう、どうすればいいのか、全くわからないわ。会議の結果、信忠の嫡男である三法師が織田氏を継ぐこととなった。しかし、え？この時、三法師3歳。赤ちゃんやないかーい。だからこそ、三法師が大人になるまでの間、名代を務める人物が必要になる。というわけで、こちらのお二人に登場していただこう。誰？左が織田信勝。信長の次男だ。右が織田信孝。信長の三男だ。当時の二人は竹を継いでいたため、織田ではなく括弧書きの名字を名乗っていた。どちらかが三法師の名代となり、織田氏を主導していくことになるんだぜ。どちらにしようかな。天の神様の、言う通り。しかし、え？信勝も信孝も、三法師の名代という立場を譲ろうとはしなかった。そのため、幼少の三法師を当主として、秀吉や勝家や織田氏重臣たちが、これを支えることになったんだぜ。いいのかそれで？結果から言うと良くない。というのも、信勝と信孝は以降も対立を続け、ここに秀吉と勝家の対立も加わってきた。この時の対立構図としては、織田信勝と羽柴秀吉、VS、織田信孝と柴田勝家というものになっているぜ。もうどうしたらいいかわからない。天正10年、1582年10月になると、秀吉は丹羽長秀や池田恒興らと共に、織田信勝を名代とすることに決定した。そして、12月には信勝、秀吉、長秀らが信孝を下し、三法師を手中に収めることに成功した。これにより、信勝は三法師の名代として織田氏当主となり、秀吉、長秀らがこれを支える体制が出来上がったんだぜ。結局、信勝が三法師の名代になったのね。しかし、え？柴田勝家はこの体制に反対。滝川一益や織田信孝らと共に兵を挙げ、信勝や秀吉に戦いを挑んだ。対する秀吉は、天正11年、1583年4月21日、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を打ち破り、22日には越前北の庄を攻め落とし、勝家を自害に追い込んだ。信勝も身の岐阜城を攻略し、信孝を自害に追い込んでいるぜ。ご冥福をお祈りいたします。柴田勝家や織田信孝が亡くなったことにより、織田氏は信勝の下でまとまるかに思えた。しかし、実際はそうはならなかった。というのも、勝家や信孝との争いを経て、羽柴秀吉が勢いを増してきたんだ。この頃の秀吉の勢いは凄まじく、やがては信勝を押しのけるほどになったんだぜ。何やら、雲行きが怪しくなってきたわね。天正11年、1583年11月になると、秀吉は摂津大阪城に入り、自らが天下人であるという意思を示した。対する信勝は、尾張、美濃、伊勢を領有することになったものの、秀吉から二度と天下に足を踏み入れぬ旨を伝えられた。さらに、三法師も大宮土城から坂本城へ移されているぜ。いつの間にか、天下が秀吉のものに。この状況に不満を抱いた人物がいた。言うまでもなく織田信勝だ。とは言っても、秀吉と信勝は直ちに対立したわけではない。新秀吉派である津川や岡田といった信勝の宿老たちが、信勝を抑えていたんだ。しかし、え？天正12年、1584年3月、信勝は津川や岡田を殺害し、秀吉と敵対する意思を示した。そして、信勝は徳川家康に協力を求め、秀吉を相手に戦いを挑んだんだ。家康の立場からすれば、織田氏内部における権力争いに巻き込まれたことになるんだぜ。天正12年、1584年3月6日、織田信勝は家中にいる新秀吉派を殺害し、秀吉と敵対する意思を示した。一説によると、信勝による新秀吉派殺害は、徳川家康も了承の上で行われたとされている。ことここに至り、信勝と家康は協力して、秀吉に戦いを挑むことになったんだぜ。ここまで来た以上、後には引けないわ。
天正12年、1584年3月12日、家康は清洲城に着陣し、信雄と対面した。対する秀吉は、信雄と家康を討伐するため大阪を出陣し、信雄の領国である伊賀を攻略した。勢いに乗る秀吉は、池田恒興や森永吉らを尾張に出陣させ、3月14日に犬山城を攻略しているぜ。やはり、秀吉は手強いわね。信雄と家康も黙ってはいない。3月17日、徳川勢は池田や森らと合戦に及び、勝利を収めている。その後、信雄と家康は小牧山城に入った。対する秀吉は楽田城に入り、小牧山の周辺に諸将を配置した。しばらくの間は、両者の睨み合いが続いたというぜ。どっちが勝つのか、まだまだわからないわね。4月6日、秀吉が動いた。池田恒興、森永吉ら2万4000の軍勢を、家康の本拠地である三河岡崎に向けて派遣した。8日になると、この軍勢は尾張岩崎城を攻め落とす戦果を挙げた。対する家康は、8日の夜に小牧山城を出陣。翌9日の午前中から正午にかけて、池田や森らと合戦に及んだ。この戦いは、長久手の戦いと呼ばれているぜ。2万4000はかなりの大軍ね。家康はこの戦いに勝てるのかしら。長久手の戦いは、家康の大勝利に終わった。秀吉方は数千に及ぶ死者を出しただけでなく、池田や森らも討ち死にしてしまった。敗戦を知った秀吉は直ちに出陣するも、家康は9日の夜には小牧山城に撤退していた。そのため、秀吉は撤退を余儀なくされているぜ。このまま行けば、家康が勝つかもしれないわ。霊夢よ、秀吉を侮ってはいけない。5月6日、秀吉は尾張加賀の江城、10日に竹ヶ花城を攻略した。対する家康は、7月3日に尾張上江城を攻略した。秀吉と家康は、その後も一進一退の攻防を続けているぜ。なんだか、長いお話になりそうね。戦争が長期化の兆しを見せた9月、両者の間で和睦の機運が高まった。しかし、結果的には和睦に至らず、戦争は続けられた。10月下旬になると、秀吉は信雄の領国である南伊勢を攻略し、北伊勢にも攻撃を仕掛けた。対する家康は、信雄を救援するために出陣するも、11月12日、信雄は秀吉と和睦してしまった。和睦の内容は、南伊勢と伊賀を秀吉に割譲する、信雄や重臣たちの子供や母親を人質に出す、というものだったぜ。あらら、さらに、信雄が秀吉と和睦してしまったため、戦う理由を失った家康も、秀吉と和睦することになった。というわけで、家康も次男である義と、重臣である石川数正の子を人質に出した。これにより、小牧長久手の戦いは終了となっているぜ。家康は秀吉に勝ったはずなのに、なんだかやるせないわね。霊夢の言う通り、家康は長久手の戦いで秀吉に勝利した。しかし、この勝利はあくまでも局地的なものに過ぎなかった。対する秀吉は、信雄を事実上屈服させ、主従関の逆転に成功した。これはつまり、信長亡き後のお出しで発生した内部抗争に、秀吉が勝利したことを意味している。以降の家康は、天下人としての立場を確固たるものとする秀吉とどう向き合うか、対応を迫られることになるんだぜ。といったところで今回は終わりにするぜ。家康は信長の力を借りることで、武田氏との戦争に勝利することができた。しかし、武田氏滅亡直後に発生した本能寺の変により、家康は命からがら三河に戻ることとなる。三河に戻った家康は、旧武田領をめぐる天正神後の乱に参加し、甲斐や信濃を領国化することに成功した、といった感じね。家康は、武田氏滅亡や天正神後の乱を経て、三河、遠江、駿河、甲斐、信濃の5カ国を領有する大大名へと成長を遂げた。一方で、信長亡き後のお出しでは秀吉が台頭。家康は小牧長久手の戦いで秀吉と争うも、最終的に和睦することとなった。そしてこちらが2024年9月現在、信長の野望最新作、新政における徳川家康の能力値だ。武田氏との戦争、本能寺の変、天正神後の乱、今回の家康も様々な危機に見舞われつつ、見事に生き残ってみせた。それだけにとどまらず、甲斐や信濃に勢力を広げることに成功したわけだから、文句なく有能だったと思うわ。視聴者の皆様はどう思ったかな？ぜひともコメントにて教えてほしいぜ。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではこれにてごめん。また会う日まで。